お帰りなさい。イッシュガルドからあなたにお客様よ。彼女、ルキアさんとは面識があるそうね。ちょうど今紹介を受けたところなの。突然の訪問となってすまない。アルフィノ殿も任務に出ているそうだな。だが貴公が戻ってくれてよかった。万神芝を退けた貴公の実力を見込んでアイメリク様からの急ぎの依頼を届けに来たのだ。こっちはちょうど例の研究が山場で手が離せなかったからね。急いでタタルに呼んでもらったってわけさ。それでどういった要件なのかしら。実は昨晩クルザスのアドネール先生代よりイシュガルド教皇庁に対し緊急警告が発せられた。流星の異常な輝きを観測したとな。流星とは北天に輝く星の一つ。ドラゴン族の中でも上位の存在が一族に対する号令竜の方向を発した時に輝きを増すと言われている。前回流星の異常発光が観測されたのは15年前。銀類湖上空線の折源流ミドガルゾールムが数百年ぶりに姿を現す直前だった。竜王を叫びて北天に強制輝きし時、赤き鎧まといし者は現れ世界を焼き尽くさ。詳しいな。それはクルザス西部に伝わる伝承の一節だ。もっともあの一帯は人の住む地ではなくなってしまったが、ここからが本題だ。教皇庁は昨晩の竜の方向を発したのが源流ミドガルゾールムではないかと疑っている。全てのドラゴン族の始祖原初の竜たる源流ミドガルズオールム、15年前、ガイウス率いる大艦隊と交戦せし源流は機関アグリウスを銀類湖に沈めるも相打ちてムクロとならん。ええ、それ以来源流の生命反応は確認されていなかったはず。タタルさん、木薬の塔を監視しているドマの人たちから何か報告は入っているかしら。そもそも星の見え方に影響するほどの方向ならレブナンツトールにいても聞こえそうなもんだがな。いや、竜の方向とは声ならざる声なのだ。ドラゴン族は我らと異なり音に頼ることなく精神的な干渉波で意思を疎通する。実際に竜の方向が発せられたか否かを知るには直接源流の状況を確かめるしかない。貴公に依頼したいのは木薬の塔の調査、源流ミドガルゾルムの生死を調べることなのだ。神殿騎士を国外へ派兵するには手続きに時間がかかりすぎる。どうか貴公の力を貸してはくれないか。恩に着る。こちらはアイメリク様に連絡し最悪の事態に備えよう。最悪の事態？竜の方向は
一族への大号令。あれは奴らにとって大規模な進軍開始の合図なのだ。Thank you.